千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。さて今回は親知らずを抜歯した後腫れない方法はあるかという質問です。腫れない方法、極力腫れないようにはもちろん抜歯をしていますが、やはり腫れないのではなく腫れる痛いというのは覚悟して決心してオペに臨んでほしいと思います。腫れない方法としてはまず骨を削らない、骨を触らない、あと糸で縫うことをしなければ、あと抜歯か歯を抜いた後の中の状態をきれいに保つというのが腫れない方法と言われておりますが、やはり腫れる方は腫れます。もともと中にはばい菌がいますし、口の中にはばい菌がいます。なのでどうしても腫れてしまう方はいらっしゃいます。その期間にしてもどのように腫れるかなども質問を受けたまっておりますので、お気軽に質問してみてください。お待ちしております。